してやろう。その約束を。勝者殿、久しぶりだな。あの黒い奴ら、ついに派手なことしてくれるじゃないか。ちょいと痛い目に合わせてやろうぜ。クソ、何クソ、いいぞ者殿、この調子でその顔してメラルドがあれば無敵の力を使う。遅かったな、シャド。これからは私の目を手にして、お前の行動を監視させてくれ。良いか、今は我々に歯向かう軍隊どもを始末するのだ。たとえ誰であろうが、僕の邪魔をする者には消えてもらう。ふん、完璧だ。
世界の主要6都市に突如出現した正体不明のテロリスト集団黒の軍団の攻撃によって各地で深刻な被害が発生しております。中でも我が軍の兵力が最も手薄だったウエストポリスの都市部はほぼ壊滅状態とのこと。なお未確認情報ですがウエストポリスにて黒いハリネズミを目撃したとの報告が。シャドウ、黒いハリネズミを発見次第黒の軍団ともども即刻始末せよ。しかし彼は以前。構わん、奴は我らの敵、これは命令だ。私は騙されんぞ。必ずこの手で息の根を止めてやる。本部より各機動部隊に緊急連絡。現在ウエストポリス市内に潜伏中とみられる黒いハリネズミシャドウザヘッジホッグをテロ事件に関与した重要容疑者として手配中。各隊員は容疑者を発見次第生死を問わずその身柄を確保せよ。邪魔だ、そこをどけ。止まれ抵抗すると撃つぞ。愚かな。見事だシャドウ。貴様何者だ。記憶がないというのか。まあよい、それはすぐにわかること。今は時間がない。次は連邦政府のメインコンピューターに侵入してもらう。良いな。無論。
人間どもがどうなろうと僕には関係のないことだ。ふん、完璧だ。大統領、たった今届きました連邦情報局からの報告によりますと、ウエストポリス地区を占拠したテロリスト黒の軍団は軍の抗戦により撤退、未だ抗戦中の5都市においても我が軍優勢との情報が入っております。また情報局のメインコンピューターが何者かにハッキングされたとの報告があり、連邦捜査局では今回のテロ事件と同一グループの犯行とみて捜査しております。各長官に伝えてくれ、我が連邦国は決してテロには屈しないと。かしこまりました。かつて偉大な二人の英雄によって救われたこの星、彼らの功績を無駄にしないためにも。必ずや我々人類の手でこの星を守りきってみせる。
あれはドクターエッグ。ドクターがあの黒い奴らの正体を知っているのでは。ドクターはこの先に向かった。よいか、
体力は画面の右下に表示されている。壁などの障害物はきちんと避けて飛ぶんじゃぞ。ドクターは真実を得るためのもう一つの手がかり。彼の邪魔は許さん。完璧だ。あれはカオスエメラルド。シャドウ、お主もか。ドクター、僕はドクターと争うつもりはない。わけあってカオスエメラルドが必要なんだ。そのカオスエメラルド、やかましい。世界中のカオスエメラルドは全てわしのもの。それを邪魔する者は誰であろうとわしの敵じゃおい。貴様もあの黒いやつらともよ、叩き潰してくれるわ。わしの最新鋭メカの威力思い知らせてくれ。もういっつも邪魔ばっかりするんだから。シャドウ、やっつけちゃって。すまないドクター、カオスエメラルドはいただいていく。完璧だ。大統領、緊急事態です。何？各都市で鎮圧の兆候を見せていた黒の軍団ですが、これまで以上の圧倒的兵力でここセントラルシティを包囲しています。なんだと。シャドウよ、教えてやろう。お前が失ったという過去の記憶、それは人類への復讐に満ちた記憶だ。人類への復讐。そう、かつて究極の力を手に入れたお前はこの卑しい人間どもに全てを奪われた。思い出せ、人類への恨みを。そして最高の恐怖をもって奴らに報復するのだ。おい、シャドウじゃないか。ちょうどいい。あの黒いバトラーたちがこの町に大量の爆弾を仕掛けていきやがった。うわー、早く何とかしないと。この町はまだ数分ともたねえ。お前も爆弾撤去に手を貸してくれ。よし、思った通りだ。まだだ。バッグ者たちが使っていた変な吸引兵器で小型爆弾を処理すれば、この沼みたいな物質には毒性がある。近づかない方がいいぜ。現状報告してくれ。顔引くな。
10。これで半分くらいか。奴らの情報を転送してください。町を奪おうとする卑劣な行為、この僕が許さない。ふん、完璧だ。カッカ、まもなく脱出艇の準備が整います。お急ぎください。またしても私はこの国を守れなかった。まだです。まだ終わってはいません。あの黒の軍団は必ずや軍の総力をもって一掃いたします。閣下はその後の国家復興をお考えください。そうだな、君の言う通りだ。どんな状況であっても決して最後まで諦めない、それを彼らに教えられていた。さあ
お急ぎください。うん。必ずや貴様も血祭りにあげてみせる。往生際の悪い奴らめ、シャドウ、追え。追って奴らに絶望を与えるのだ。
奴らから全てを守ってみせる。完璧だ。なるほど、そういうことか。かつて究極を名乗った黒いハリネズミ、シャドウ・ザ・ヘッジホッグは死んだ。僕はそのコピー、ドクター・エッグマンが作り上げたアンドロイドというわけか。ならば僕の向かうべき場所は一つ、ドクター。くだらん兵器を生み出したことをあの世で後悔するがいい。僕を生み出したことを後悔させてやる。グラインド中、左スティックで方向を指定しながらジャンプすれば隣のレールへ飛び移ることができる。グラインド中は丸ボタンでクリップしながら加速。シャドウ、エッグマンはこの奥だ。貴様も奴に用があるなら戦争を伝える。右にシークレットドアの存在を確認。来たら反乱したいのOh!
エメラルド、勝手に触るでない。ドクター、今こそ真実を聞かせてもらうぞ。ふん、完璧だ。随分と派手に暴れ回ってくれたようじゃな、シャドウアンドロイド。それにオメガ、貴様らロボットの分際で本気でこのわしにかなうとでも思っとるのか。ドクター・エッグマンを倒し、今日こそ最強を証明する。ドクター、僕らを作り出したことをあの世で後悔するがいい。うん、小賢しいわい。ならばわしとて容赦はせぬ。貴様ら仲良く鉄くずにして溶鉱炉に沈めてくれるわ。貴様ら二人揃ってこの最強無差別破壊メカでスクラップにしてくれる。最終ターゲット確認、戦闘開始。これでも暗い。邪魔する者には消えてもらう。カオスブラスト。カオスブラスト。あの中の自動認識装置は3つ目のスロットを埋めたものを攻撃に指定して攻撃目標を判定する。つまり貴様が最後のスロットを止めればエッグマンに攻撃を与えることができる。やめ、おのれ、わしのリングを。邪魔する者には消えてもらう。貴様がミサイルかボム、いずれかのスロットを揃えればエッグマンを撃墜できる。カオスブラスト。やめんか。残念だったな、ドクター。これで終わりだ。ふん、完璧だ。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手に。貴様、作り出してやった恩を仇で返しおって。僕の名はシャドウアンドロイド。ドクターによって作り出された究極の戦闘マシンだが、これからはドクターに代わって僕らロボットが機械の帝国を築き上げる。そう、それが僕の答え。ターゲット、ドクターエッグマン、完全対処。なあ、さらばだ、ドクター。うおー